大相撲9月場所3日目、10日、東京、両国国技館。大相撲9月場所3日目、幕内の取り組みに大物タレントが降臨。一目でわかる存在感、シャツの色に、めっちゃ目立つ、気になって集中できない、などファンがざわついた。映像、両国国技館に降臨した大物タレント。幕内最年長の39歳、前頭10枚目、玉鷲。 片尾並みの初土俵からの通算連続出場1631回という歴代単独1位の大記録がかかる注目の3日目。幕内の取り組みが始まる時間に合わせて、誰もが知る大物タレントの姿が大相撲中継に映り込んだ。その人物とは短パンがトレードマークで降格化としても広く知られ、かっちゃんの愛称で広く親しまれているタレントの勝俣邦和さん。 いつものように真っ黒に日焼けした肌とコントラストが眩しいビビットな色のシャツ、おなじみの短パン姿で東寄りの溜まり席に登場した。その姿を確認したファンから、めっちゃ目立つ、気になって集中できないと驚きの声が聞かれた一方で、かっちゃんだ、誰かいるぞ W など様々な反応が寄せられ、しばしざわめきが収まらなかった。アベマ大相撲チャンネル。